見ていただきありがとうございます。今日は4月2日、今朝の10時ですね。いつものように花園コースからですね、上に向かって上がっています。気温はもうプラスの6度か7度ぐらいあるかな。雪質はシャバ雪、非常にいい感じです。花園のキッカーもね、かなり出来上がってるし、ここにはこうバンクザスロームみたいなのが出来上がってますね。これはちょっとスキーヤー用かな、ボードでは厳しいかな。ご覧の通りですね、もう滑る人はかなり少ないです。やっとのんびり滑れるような状況になりましたね。それではまた滑り始めたら映します。